久々の横浜かも。横浜といってもさ、みなとみらいの方とかってそんなに行かないよね。うん、行かない。私横浜はね、中高生のデートといったら横浜でして、まあ、中学生はちょっと早かったかな、うん、高校生だね。横浜のなんか夜景がめちゃくちゃ綺麗で、東京の夜景と全然違うと私は思っていて、なんかね、オレンジの光が強いの、横浜の光ってね。で、なんか電信柱が中にあるって知ってた？横浜って電線がないのか。そうそうそう。でそこからその夜景、まあ、あの頃ってさ、夜景なんか好きじゃん、デートで、ね、とりあえず夜景じゃん。そうだよね。デートで横浜という港未来系を結構行ってたね。いいよね。だから関西に行って神戸ね、だから私まだそんな数回しか行ったことないけど、港似てるよね。似てるよね。横浜と似てる中華街の感じとかもね。だからなんか神戸も素敵だなって。素敵、神戸。あとね、横浜の思い出といえばね、これ、ちょっと、自分で先に笑っちゃってハードル。まあ、面白いの？いや、全然。大丈夫。まだね、タカとお付き合いかな？あれ、結婚してたのかな？あ、ご主人？うんうん。夫とね、の時に、その誕生日で、その、お祝いをするっていう時に、なんか初めてなんかこうホテルディナーみたいなのを連れて行きたかった。あ、どっちが？私が。ゆりあちゃんがね、そう、コース料理を一応頼むじゃん、なんだけど、その当時さ、まだお金はそんなにないし、そのコース料理お互い分以外にもプレゼントも買ってるから、結構なそれだけで出費なんだけど、うちの夫ほんと体も大きくてよく食べるじゃん、瞬殺で全部食べちゃったの。コースだよ。で、なんかきっとちょこちょこ出てきたんだろうね。出てくるやつさ、ちっちゃいじゃん、全てが。で、いつもその夫がこうちょっといいご飯屋さん連れてってくれるみたいな時って、あの人プラスアルファでアラカルトを必ずさ、自分のそう好きなのとかお肉増量したりとかするんだけど、私もさ、お肉頼んでいいよって言いたいんだけど、いいお肉すぎって言えないの。だっていくらになっちゃうんだろうと思って。で、一応言ったのよ。頼む？いや、で、向こうも多分自分が出せば別に全然食べれるんだけど、やっぱさ、ここは私が出してあげるっていうのに意味があるから、めちゃくちゃ遠慮してんの。いや、大丈夫だよ、大丈夫だよ。でも、お腹ペコペコなの。もうメイン食べたんだけど、帰りにマック。マックやっていいかみたいな。マックやろうって言って。なんかいいね、幸せ、そういうの。っていうのがね、ここら辺のホテルでね、繰り広げましたね。あとは最近ちょっとね、子供がある程度大きくなってきてから、このコスモワールドとか、あとカップラーメンミュージアムがすごい好きみたいで、興味があるんだよね。あとカップラーメンがすごい好き、超特別な食べ物と思ってるからね。まあそんなね、思い出のある横浜、私デートで行くのも大好きだし、まあファミリーでも、あとはまあ女友達とワイワイとかね、もうすごくおすすめなので、私が好きなこの横浜の特にこうみなとみらい系のね、おすすめスポットを Vlog でお届けしたいと思ってます。で、今回行くのはそのマリン&ウォークっていうね、ちょっとこう大人っぽい施設があって、まあ、その中に私ロンハーマンとか、あとまあご飯屋さんもそうなんだけど、すごい好きなお店が入っていて、その中にフランク&アイリーンっていうね、そのお店も見てみたいなっていうので、お買い物をしたり、あとはちょっとおすすめのご飯屋さん行ったり、あとカフェに行ったり、そんな感じのね、様子をお届けしたいと思ってます。なんか本当海外来たみたいな雰囲気ね。海外のホテルっぽい。しかもドリンクセルフだって、好きなの飲めるって。こんなにあるかすごい悩むけど、でも今日はせっかくだからね、お買い物していきたいから、何をいいなと思ったやつをどんどん選んでどんどん着用して見ないとわからないもんね。ザ・ベーシックな本当に張り感のある白とブルーはちょっと今年絶対買おうと思っていて、しかもちょっと大きめと思っていたのと、あとはコットンっぽい白のシャツ、カジュアルだけど大人の女性みたいな。ここのブランドってもともとちょっとこう首元抜ける感じなので、すごいスッキリして見える。ザ・ブランドを代表するような、素材が結構本当にたくさんあって、確かにこれとかは洗いざらしだけどちょっと薄手というか軽い感じですよね。ダメージがある、少しデニムっぽい感じはあるんですけど、またこっちはリネンだったりとか。まあ、これ夏とかにさ、本当に欲しかったな。日焼け止めとかにさらっとか可愛いですよね。可愛いですよね。でもこういうのもやっぱりいいんだよな。で、こんな時期に私何が一番きびって、運動会とか、なんか秋ってその行楽シーズンで、ちょっとカジュアルなファッションすること多いから、こういうのもすごいね。いいんだよね。しかもちょっとあれだね、ベージュの中でもピンクっぽくて、柔らかさがあるから。可愛いね。これも着てみようかな。なんか秋冬ってこうキャンプとかお泊まりとか増えるので、こうおしゃれなこういうのを持ってるとすごいいいですね。なんかね、ちょっとこなれ感があるというかね、おしゃれですよね。一気にグッとなんかすごいシンプルだけど形が素敵だよね。黒とかなんか、まあ私服だと白がいいけど、カジュアルに家で過ごすとかだったら黒の方が食べこぼしも立たない、ね、本当に洗ってもねね、かわいいね。かわいい。まあでもこれがかわいい。シャツだけのイメージだったけどね、これ買ったそう系のさ、ご主人にも買ってあげたらどうですか。本当に買ってあげたい。絶対似合うと思うよ。すごい似合う。私はここら辺が好き。あ、わかるわかる。ちょっとこれを開けて黒いパンツとかさ、カーゴとか着てくれたらね。大きいサイズだとここら辺はあります。ちょっと確認してみますね。この流れ前も見たけど、今日は気持ちはあるね。わかるよ。わかる。本当に買ってあげたいの。わかるよ。わかる。似合うから。買わなかった最後。自分の買い物優先しちゃって、これ買うなら自分にもう一枚って。そう。なります最後には。可愛い。すごい可愛い。これはね、メンズが今 M までしかなかったんですけど。ちっちゃい。ちっちゃいかも。もうなんでも。紹介されました。これがXSで、ちょっともうまさに私が着たいなと思ってた落ち気味の肩も抜いて。前だけでもいいし、全部入れてもいいし、なんか勝手にいい抜け感が、ね、あとなんかXSもずいぶんこうなんだろう、ちょうどいいゆるっと感が。これはこの生地が結構あれですか、冬秋冬でももう年中で、もちろん1枚でもいいし、中にタトルとか入れてもらってもいいし、逆に上にニットとかアイランしても。ちょっと S も着てみます。やっぱ S だと大きい、私には手もねちょっと長いし、なんかゆったりっていうよりも大きいっていうなんか感じが少ししますね。ちなみにもう一つ一番でっかい WXS っていうのもあるので、かなり小柄な方とかはやっぱちょっとタイトに着たいかな。ああ、なるほど。そっか、じゃあ XS の下にもありますね。例えばスーツのインナーとかに着たいとかなると、割とこう緩みがない方がいいので、ブレードスイッチとかにもぴったりしていただきます。なるほど。ぴったりじゃなくてで少しゆるっとがいいから、それくらいがちょうどいいと思います。なんか今っぽい、ちょっと腰ばきで、めっちゃ可愛い。このいいですね。でそれは本当に羽織みたいにして使ってもらっても、ワンピとかそういう上にでちょっとクイッて結んでも可愛いし、確かに。カジュアルなんだけど、だからしてなんだろう、すごいカジュアルすぎないというか。なんか綺麗な感じ。ね、女性らしさもちゃんとここら辺で見えるし、生地のこの柔らかさも多分いいのかも。あとこのお尻隠してくれますね。少しそのダメージが入ってるので、そこもポイントなんですけど。綺麗めすぎないというか。なんかちょっと。パンツも同じように裾が切りっぱなし。私その身長も160センチでまあまあ標準なので。それでこの長さでエクサイズだから、ちょっとこう大きめの感じ。なんか多分着方によるんですけど、まあ XS の人は00か0で、S の方は多分0。あともう一つ2っていうのはあるんですよ。なんで2の方とか M とかの方は2でいいと思うんですけど。これはでもすごく好きです。可愛い。新鮮じゃないですか。ねえ、あんまり普段ないけど。確かにすっきりしてる。こういうなんだろう、オールインワンの中ではこういうことか。あ、おしゃれ。あ、なるほど、そういう風にも着れるよっていう、すごいなんかラフな感じで。これは入ってきて早々に売れてしまった大人気アイテムなかなか見ないですもんね、こういうのですね。足元、これからの時期だと、なんか大体ブーツとか履いても可愛いし、コンバースとかのスニーカーも可愛いし、真夏のビーサンダルです。すごいこうゆるっとカジュアルが好きな方にもすごいいいかも。これで部屋でリラックスしてたらもうめちゃめちゃおしゃれな人。って感じ。素敵。このカッティングのこの感じとか、本当に可愛い。袖ね、裏返しても可愛いってさっきも言ってたよ。なるほど、確かに可愛い。素材がちょっと変わってね。しかも袖がさ、ここでこうやって斜めにカッティングされてるから、こう手の甲がちょっとこう長くて、こっち短くて。アクセサリーも映えそうですね。どうしよう、脱げない。白と黒だったら。白も着てみたら。ああ、もう可愛い。でも黒も新鮮だ。確かに。白だとちょっと持ってそうな感じ。持ってる。黒だから。持ってそうじゃないよ。持ってる。絶対持ってる。持ってる。絶対持ってるよ。なんか持ってる。持ってる。なんか知ってる子いる。知ってるよ。このスタイル知ってる。皆さんどれが一番好きでしたか？でもちょっとハゲちゃいそう、考えすぎて。どうしよう。それはちょっと時間をください。ゆっくり考えてください。ありがとうございます。楽しかった。ねえ、可愛いの。あ、いいお買い物できちゃった。よかったね、似合ってたよ。あ、本当。でもやっぱ着てみるとさ。さらに良さがわかるね。もっといっぱい着たやつ写真に残します。お願いします。ちょっとあれだね、はしゃぎ疲れてお買い物疲れしたんだけど。喉乾きました私。お茶でも行く？ね、行ってみたかったカフェがあるんだ。結構近いと思うからカフェに行ってみよう。少し歩いて山下公園の方に来ました。山下公園はねデートスポットですが、結構休憩する方とか多くて、で芝生もねすごく緑でね気持ちいいので、土日とかはゴロンとしてる方とかすごく多いです。お花もねたくさん咲いていて休憩するのにはねすごくいい場所です。今日はね風が強い。今日楽しかったね。うん、めっちゃ楽しい。いい一日だった。終わってしまう。お茶もして、はい、これから帰りたいと思いますが、いいお買い物もできたし、ね、大充実の一日でした。せっかくだからね、あんなに着用したけど、私は一体何を買ったのか、そこをちょっと帰り道ね、皆さんご紹介したいと思います。結局、あんなにたくさん試着して、フランク&アイリーンで2着選びました。最初着用したこのコットンの白いシャツと悩んで結局こちらのね、ブルー選びました。こちらがその横浜のマリーン&ウォーク先行アイテムだそうです。大きめに着てね、こうアウターっぽく着たり、あとはまあ中にしっかり入れたりっていうのも可愛いんだけど、ちょっとね、最近ストリート系みたいなね、ファッションもしたいなと思っているので、これにこうキャップかぶったり、スラックスに合わせたりとかね、可愛いかなと思って、こちら選びました。あとは結局ねこちらにしました。このカラーね、なんかこのちょっとやっぱピンクがかったこの色がね私の肌に合ってるみたいで、この肌色明るくツヤツヤに見えるよって言ってもらえたのと、まあ、普段こうブラウンとかベージュのファッション好きなので、そういう時にもねこう合わせやすいかなと思って、あと生地がこうなんていうんだろうね、しっかり系なんだけど柔らかくてなんか着心地も良かったのでこちらにしました。こちらのね2着を購入してきました。よかったらねぜひ皆さんも横浜みなとみらい遊びに行ってみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。